げる時の言葉とかを大事にする感じ。王道です。王道です。月40万で1年480万。飾るとこないから邪魔なる意外と。今回のさんはせーのドン。レジスタンスの平野剛輝です。お願いします。お願いします。よいしょ。クラブレジスタンスの源太陽です。お願いします。クラブレジスタンスの勝利です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回の曲はホスのプレゼント事情。よいしょ。プレゼント事情ですよ。やっぱホストクラブに行ったらですね、絶対とは言わないですけど、何かしたらお返しっていうものがあるじゃないですか。まあ、見返りみたいな。そう、見返りみたいな。その中でホストさんってプレゼントあげる機会が何個かあると思うんですよ。誕生日とか、どんなものあげてるのかっていうのがめちゃめちゃ気になるし、どのぐらいの女の子にどのぐらいのものあげてるのか、私これ一番気になります。なるほど。演奏とかもね、やっぱあげたことはもちろんありますよね。あります。ありますよね。あります。それをちょっと話していただこうという企画になっております。今回はフリップを使ってですね、まあ、そういうシチュエーションで何をあげるかとかを具体的にとかにね、ちょっと言っていただきたいと思います。おー、よいしょ。じゃあ私は希望を書きます。はいはいはい。何が欲しいの？これぐらい使ってたらこれぐらい。そう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 。はい、じゃあ行きますか。まず1個目のお題、月シネホス10回は来るけれども最低料金の女の子。はいはいはい。のお誕生日、ね、お誕生日に何をあげるか。歴は自分で決めていく。はいはい、はい、いやーどうしよう。誕生日の日にも来るわけよ。はいはいはい、はい、最低料金で。最低料金で。そうそうそう、最低料金で来る。それではじゃあ最初からいく。ダン。お花かける2と4000円分のケーキです。おお、よいしょ。最低料金2万だとして10回20万、10万かける1本す。おー、おー、なるほどね。そういうこと、なるほどっす。おー、これ、ネキどのぐらいの子なんですか？まあ、1年ぐらいで。シャンパンここついてこないな、ホストの醍醐味の。だけども俺、あげる時の言葉とかを大事にするタイプで。おー、はい、花の花言葉を調べて、その人に合う花をちゃんとその選ぶ。おー、いや、めっちゃいいよ。かっこいいやん。女子調べるから。それを調べる。カイ君どうですか？よいしょ。僕は全部シャンパン、ケーキ、あとブランド物の香水っすね。おお、え、すごいランク上がったこれ。え、レキは？レキは僕も1年です。月に10回に来てくれる。愛がないとできないじゃないですか。しかもその子も、だから対数会いたいってことだから、シャンパンとかで一発ドカンじゃないから、逆に僕からシャンパン入れてあげて、ホール体験してほしいな、みたいな。新たな一面もね。おお、なるほど。深いなぁ。めっちゃ考えてるやん。なんでブランドの香水なんですか？ブランドの香水ってその子、例えば葵ちゃんだったらなんかセリーヌ似合いそうとかあるじゃないですか。あと雰囲気合わせてこうやってあげたいな、押し付けたくはないなみたいな。しかもブランドの香水はそんなに高すぎないしね。はい、はい、じゃじゃん。はい、ケーキと花束。おー、ですね。まあ花は束の方がいいかな。一輪よりも束が高い。束が高い。その子のイメージに合わせて。合わせて。王道です。王道です。王道ですね。一番気になるわ。確かに答えがね。じゃじゃん。ケーキと枯れない花。なるほど。花もらうのいいんだけど、飾るとこないから邪魔なのよ意外と。なるほど。花がね。だから枯れない花で飾れるやつとか、最近は入浴剤になってるんですね。バラのやつです。そう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 。だからそういうのくれたらめっちゃ嬉しいし、はい、あと年齢がちゃんと分かってるといいね。ここ26とか。いやいやいや。間違えるときあるから。なるほどなるほど。そういうとこがいいですかね。はい、次の題。月40万アベを使う女の子の誕生日。お誕生日かな。40万。じゃあ、チョリ君から。はい、ケーキ、花、シャンパン、ラッシュの何か。ほうほうほう、ラッシュはもう御用達ですよね。私、家にラッシュめっちゃあるよ。で、多分絶対、夜の人間はラッシュのもの1個は絶対あるよ。まあまあ、確かに。確かに。じゃあ、カイト君どうですか？はい、じゃあ、シャンパン、ケーキ、ここまで一緒なんですけど、ブランドのアクセサリーで。これは良すぎないか。でも、僕言いたいんですよ。月40万で1年来てくれたら480万。それって普通の人のサラリーマンの方の年収600万の人の手取りなんですよ。で考えた時に、人一人分の1年間の労働に対したお金を僕にかけてくれてるから、アクセサリーとかを見て僕のことを思い出してほしいなと思って、このアクセサリーにしました。これがディオールが欲しいとか言われたらどうするの？12万以内っすね。だから月1万の積み立てみたいなイメージで。ちょっと上げすぎちゃう。逆に新規やったら分かるかも。新規で3ヶ月前の新規だったら、これからの期待を込めて成長してください。全然コントロールしていい。怖いよ。さあ、じゃあ
じゃあ行きましょう。いいっすか。じゃあ先輩どうなんすか。花、ケーキ、シャンパン、アフター2時間でどうでしょう。シャンパン、すごい細かい。これはお祝いシャンパンしてくれるの込みでアフター2時間で。でもめちゃくちゃ楽しませる。ちなみにどこ行くの。あとアフター代はどっちが払うの。アフター代で取り払う。そりゃそう。でも2時間で壊れるか。ダラダラしたら2時間で。え、その時タクシーどうするの。私始発が5時だから言わせないです。なんて始発とか言わせないです。でも絶対体験してみたら分かるけど楽しいと思います。楽しそうではあるけど。取りましたと私こちらじゃん、ケーキ、シャンパン、アフター、これ絶対3点です。3種の審議があるので絶対身につけるものか消耗品かわいいな。かわいい。でも身につけるものはここはお揃いにこだわらない。何でもいい。これは消耗品はもう何でもいい。なるほど。うん、嬉しいから。次はですね、100万以上のエース客の誕生日プレゼントです。なるほど、100万以上のエース。じゃあ勝利から見せていきますか。ケーキ、花、シャンパン、ブランドの小物、ラフターと天外ですかね。おお、そこまでしてくれた。展開めっちゃ入れてますね。ブランドの小物も大体1万ぐらいって考えてますね。100万以上使って展開入れてるって考えるなら、ボディクリームとかそういう感じとかにして、展開はどっかドライブ行こうよとか。まあ今夏だから歌舞伎より出るってこと。そうですね、歌舞伎出る感じですね。いいね。はい、わかりました。じゃあ、かゆくんどうですか。はい、あの、シャンパン、ケーキまでは一緒なんですけど、さっきもアフターは全然40万の子でも行くんですけど、さらにこう、無限アフターなんですね。無限アフター、いいですね。僕はもうね、始発のこととかね、全然言わないんで、始発までね、一緒にいましょう。後日、ティンガーリーディズニー行きたいな。からのからの最後らへん、ディズニー終わった後にちょっとおそろいのアクセサリーでもね、おーいいなー。もう無理。もう出来上がっちゃってる。金額気になる。そう。でも僕ディオールが好きなんで、なんかディオールとかでね、こう揃えれるものがあったら嬉しいな。なるほどね。じゃあ、こうきは普通にいいと思うけど。200万で叶えました。シャンパン、ケーキ、花、アフター、無限。あ、無限。日帰り、天外ドライブ、コスメ5万円分。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。すごいっすね。200万したら、それ。これですね、完璧なドライブプランも考えて、最高の日帰りで。日帰りか、朝9時集合の夜中の12時でも行き。厳しい。丸1日。いや、日帰りだから。この中には写真立ても2人の今までの。おー。入ってんの、この中に。歴代の写真立ても。めっちゃいい。まあ実際はね、何を求めてるんだと。じゃじゃん。じゃじゃん。まず誕生日が18日だったとしたら、17日に合流します。同伴がありまして、そこにちょっといいディナーに連れてもらいます。そこから店に行けます。0時ぴったりにシャンパンと花が届きます。まあまあまあ、大体そうですよね。プレゼントは10万以内のブランドものか、思い出になるもの、それこそ動画とか、写真とか、そういうものは欲しいです。アフター、絶対アフターしてほしい。プラス展開。うん、ものすごい飾りボトルに変化してる。確かに素晴らしい素晴らしいっていう。今回はね、すごいプレゼント事情、これできっと視聴者の皆さんも分かったと思います。これぐらい使えばこれぐらいしてくれる、やっぱこれぐらいしてほしい人はこれぐらい使えってことですね。そうですね。後期からキスホースの宣伝を。キスホースっていう YouTube をやっております。結構ね、面白い YouTube いっぱい撮って頑張ってあげてるんで、よかったら見てください。お願いします。お願いします。そしてぜひレジスタンスに遊びに来てね。それじゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。皆さん、ホスロディチャンネル登録してね。よろしくお願いします。